三段角のオスを見つけた。朝、いい天気だ。準備をして、今日はカモ漁に向かおう。この感じ、この感じだ。ハンドルを握るだけでワクワクしてくる。だんだんと景色が変わっていった。その先に、そして山の香り。歩いて歩いて、ああこの感覚。帰ってきた、そう感じる。太陽、綺麗だ。狙うのはこの向こうだ。思ったより少ない。少しよく見てみよう。岸辺、木の影、擬態。どうだ。何か動いている。距離測るか。レンジファインダーで115メートル。おそらくカモまで110メートルだ。大体こういう時は5メートルぐらい手前のことが多い。よし、弾の落下は 5.4 ミリっていうところだろう。ヘッドを狙って。外した。手前だ。距離が違った。もう一発いけるか。もう少し上を狙え。ボディ、半夜。焦った。逃げるかもしれないっていう焦り。飛べたか。手ぶれが大きいまま撃った。残念。ただそれでも楽しむ余裕を持つのが大人。私は未だに大人には慣れていない。まず何か取ろう。こだわらずに何か。いた。15メートル。カラスだ。
だ。よし、聞いてるようだ。もう一話。ボディ、すぐ落ちてくるだろう。空が私が気に入らないのか。まあそうだろう。小鴨だ。15メートル。ネック、とどめだ。よし、次だ。レッドヘッドだ。60メートル。丁寧にヘッドを狙う。狙い通りだ。今日はこれで終わろう。いただいたものに、そしてこの綺麗な自然に触れて、今日も感謝しよう。罠を作っている。これは鹿を取るためのとっておきの罠だ。私があまりにも罠が下手なため、見かねた先輩漁師が罠の見本をくださった。せっかくいただいた教科書だ。真似して作ってみようとしているが、もう2週間、未だにうまくできないでいる。罠も奥が深い。早く上達したいものだ。トロフィー、こいつはイノシシだ。頭蓋骨が割れてしまっている。114キロだった。忍び漁で取ったが、ネックに一発入れた後、近づいてとどめに頭を打った。引っ掛けられると怪我も危ないが、何の病気に感染するかわからない。そういえば1年ぐらい前だろうか、山の中で私に突進してきたオスの鹿がいた。三つ又4000の角を持つでかいやつだ。ギリギリのところで発砲してかわしたが、やつのあの時のあの顔が脳裏に焼き付いた。あのあとその場所に1週間ぐらい毎日通ったが、結局やつに出会うことはできなかった。明日は鹿を狙いに行ってみよう。鹿には縄張りがある。食料、水、家族、何が理由かはわからないが、同じ場所を好むもんだ。1年前の奴に出会えるとは限らない。それにもしかしたら顔を見てもわからないかもしれない。だがどんなに賢い奴だって1年も経てば警戒は薄れているだろう。悪い時期ではない。スコープは先日変えた。真ん中が光るドットサイトスコープだ。走っている鹿も遠くの鹿も両方狙う。どんな形であれ奴と遭遇できさえすればいい。準備はできている。
このペースで2時間、奴の住処まで気を抜いてはダメだ。山の音を聞く、そしてかすかな匂いに注意を払う。揺れる枝、飛び立つ鳥、気配を感じるんだ。五感は奴の方が上だ。だが警戒していなければ勝てる。相手に構えさせないこと、それが格上に勝つセオリーだ。忍び寄れ、忍んで、忍んで、忍び寄れ。この辺りだ。気配を感じる。奴が好んでいたのはもっと奥だが、仲間がいるかもしれない。仲間に見つかると終わりだ。注意して進もう。枝、落ち葉、風ではないリズム、それとわずかな匂い。見つけた。三つまた四千。まさに予想していた場所だ。目測80メートル。ただこの体勢だとおそらくカメラには映らない。奴は完全にスマートディアだ。二度目のチャンスはない。チャンスは一度。木の陰から滝が見えた瞬間を撃つ。入った。手応えがあった。だがでかいやつはそれでも逃げる。もう一発、もう一発だ。この辺りだったはずだ。入った。やつか。でかいじゃない。三段角。早く楽にしてやろう。
ありがとう。私に突進した個体かどうかは分かりません。ただ不思議とこいつだって感じました。獲物を前にいろんな気持ちがあります。だけどまず感謝、それがハンターだと思っています。でも今回の鹿は食べずに捨てることを選びました。肉の匂いに違和感を感じて廃棄しました。自然が相手だと全てがうまくはいかないものですね。私が生まれ育ったふるさとでは誰もが何かしら取ったり作ったりしていて、お肉とか魚とか野菜とか自然で取れたものを自然に感謝して、そして自分たちの身の回りの人に感謝して配って回ります。だけど今の時代、都会的な価値観が社会の代弁者みたいになってきたこの状況では、ハンターっていうのは少し遠い存在でしょうね。残酷な一面、これを何だと考えるか。だからよりよく生きるとは、そんなテーマに私も傾倒するのでしょう。結局古代ギリシャからの哲学テーマ、そんな問いを自分に投げかけてみても、分かるのはいつも迷っている自分がいるということだけ。得られる答えなんてないのでしょう。あるがままに続いていく、続けていく。だから感謝、自然に、命に、そしてつないでいく。